皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日久しぶりに家に帰ってきました。朝、え、同議会ですね、行きました。今日はあの各会派の代表質問でありましたね。えー、自民党は、えー、安住先生、ね。質疑応答質問頑張ってください。イイ今自民党同民会議の幹事長してますけども、あのとてもいつもこう。 一般質問をするときにはとても元気がよくてハキハキしてて劇場型タイプの先生でありますので今回もですね本当にあの言葉にも張りがありましたし聞きやすくて元気よく質問をしていただきましてありがとうございましたもっといろいろとこう追求していかなければいけない課題問題はありますのこれが一般質問予得とありますのでまあそういった流れでですね10月4日のえー 会期までの予定までですねみんなで考えていきたいなというふうに思った次第です、えー、昼からは民主の代表質問続きましてそれが終わりましたらですねあのプリンスホテルで今日はデンタルミーティング、えー、歯科医師会の方々の集いがありまして、えー、ソラチの、えー、方々 とルモイの方々のですね歯のお医者様たちのテーブルに一緒に座らせていただいて、いろんな話をしてきました。今日は本当にお世話になりました。でそれからですね、赤部屋帰ってきましたけど、やはり今日金曜日札幌はすごい人出てましたね。<で>田舎に帰ってくると、人の姿はない。まあ、そんな 極端なですね。地域の差を感じながら複雑な思いもありながら、えー、今いますけども。今今日はですね。あの宿題がまだ終わってないところがあります。その追い込みをやっています。でも明日からで3連休なんですね。この週末笑顔の多い日々でありますよ <laughs>